ヨーゼフロートはオーストリアの作家。第一次世界大戦に従軍した後、ジャーナリストとして活動する一方で、明晰な文体で物語性に富む小説を次々と発表した。主な作品に、果てしなき闘争、ラデツキー行進曲、聖なる酔っ払いの伝説などがある。ユダヤ系であり、政治的には、シオニズム思想を支持する一方で、 他民族が共存していたかつてのオーストリア・ハンガリー帝国に教習を抱き続けた。ラデツキー行進曲では理念としての他民族国家を高らかに歌い上げている。ヒトラーの政権掌握後はフランスなど各国を点々と亡命し、パリで病死した。ロートの通ったギムナジウム皇太子ルドルフ人文高校ウィーン・バレンシュタイン通り14番地にあるロートの記念版。 作家ヨーゼフロートは1914年から1916年にかけてこの家に住んでいたヨーゼフロートは1894年オーストリアハンガリー帝国領ガリツィア東部ロシア国境近くの町ブロディでユダヤ人の両親の一人息子として生まれた穀物商だった父は商用旅行中に精神病に倒れ母は聖家に戻ってロートを産んだ当時ポーランド人ウクライナ人 ユダヤ人、オーストリア人、ドイツ人など多様な民族が住む、この町で7歳からユダヤ人教区学校に通ったが、1905年からはドイツ系のギムナジウム、皇太子ルドルフ人文高校に進んでドイツ語に習熟し、ドイツ系作家を志す。文系の初学科で結出した才能を示したロートは、1913年、主席でこの高校を卒業した。 1913年、地元のレンベルク大学に入学するが、当時ポーランド独立運動の拠点となっていて、講義もポーランド語で行われていた、この大学に馴染めず、同じ年、ウィーンに出て、ウィーン大学でドイツ文学を学び、またしや三文を書き始めた。1914年に第一次世界大戦が勃発すると、友人で後に詩人となる、 ポーランド出身のヨーゼフ・ビットリンと共に兵役に志願し、1916年、狙撃大隊に入隊する。同年11月の皇帝フランツヨーゼフ一世の崩御の際には、国葬警備隊の一員となった。その後、東部戦線に配属され、ロート自身はオーストリア陸軍中尉として、前線で戦い、ロシア軍捕虜になっていたと語っていたが、実際は、 報道範囲として勤務していたとみられる。乗馬する、ヨーゼフロートと妻のフリーデリケ1925年、撮影1918年に、一旦、ガリツヤの母の元に戻るが、ウクライナ・ハンガリー内戦に巻き込まれそうになり、ウィーンに戻った。敗戦後は、ウィーンで、社会主義系の新聞、新しい日の定期機構者となって、ジャーナリストとしての活動を始め、敗戦による、 社会問題を正面から論じるのではなくユーモアを交えた観察で、叙情的なフェユトニストと呼ばれた。ロートは、二重帝国の敗戦と帝国の霊落について、全世界が戦争を制御できなかったゆえにではなく、戦争そのもののゆえに、世界を、我々の世界の全てを失ったと書き、それゆえ大きな闘争は、世界大戦と呼ばれたのだと記した。ウィーンでは、カフェ・ゼントラールに、 よく足を運んだ。しかし、新しい光は一年ほどで休館となり、1920年、ロートは友人たちと共に、ベルリンに移り、新ベルリン新聞、ベルリン日報、ベルリナーベルゼンクーリー紙で活躍し始める。またロートは1921年、ベルリンでの居住許可に問題を抱えており、牧師の友人が彼はブロディ近くのドイツ人入植地。 シュバーベンドルフに生まれたとする洗礼証明書を与え、これによりサンジェルマン条約に基づいてオーストリア国籍を取得することができた。1922年、一時ウィーンに戻り、知り合いだった美しいユダヤ人女性フリーデリケ・ライヒラーと結婚した。1923年にドイツの代表的な新聞、フランクフルト新聞の特派員となり、ヨーロッパ各地を巡って、 気候文やルポルタージュを気候した。この訪問先のホテルやカフェでは短編小説も執筆した。1923年にオーストリア社会民主党の機関誌、労働写真文の編集長に勧められて、ナチス対等の理念を描く初めての小説、雲の巣を連載。この時期の作品には東部戦線の機関兵たちを描いたサボイホテル1924年がある。 1926年、ロートは4ヶ月にわたってロシアを旅行し、この際に社会主義への失望を抱くようになった。モスクワでロートに会ったドイツの文芸評論家バルター・ベンヤミンは、モスクワ日記の中でこう書いている。彼は革新的なボリシェビキとしてロシアにやってきて、君主主義者としてロシアを去っていった。バルター・ベンヤミン。 モスクワ日記1926年12月6日付、この頃から、妻のフリーデリケは精神に異常をきたすようになった。ロートはこれ以後、ロシア軍捕虜となって、ロシア革命を経験し、パリへと放浪する男を描く、果てしなき闘争、1927年、旧帝国時代と戦後の世代の葛藤を題材とする、フィッパーとその父、1928年などを執筆し、 失われた世代の作家の一人と言われた。一方、1928年以降、妻のフリーデリケは、精神病院への入退院を繰り返すようになった。ロートは、ヒトラーの政権掌悪までの間、懸命に働いた。そして1930年代には、ユダヤ人教師一家の過酷な運命を描く、呼ぶ、ある平凡な男のロマン。 ソルフェリーノの戦いで皇帝の命を救った英雄の一族の運命をオーストリア帝国の没落に重ねるラデツキー行進曲などを発表し作家としての名を普及のものとした。ラデツキー行進曲では19世紀から20世紀初頭にかけてのハプスブルク帝国を舞台としてとろったや三代の歴史が綴られている。ティ a t ッ h のロートの墓1932年に ナチスが勢力を拡大するようになると、ロートはドイツを去り、病気がちになっていた妻をオーストリアに残して、パリへと亡命する。収入が途絶え、妻の療養費もかさむために、友人のシュテ揮ハンツバイクに多くを頼ったが、ドイツ亡命作家の作品を出版するオランダの、クベリードー、アレルト・ゲランゲ、デグメン・シャープの3出版社により、作品を刊行した。パリでは、フランツ・ベルフェルや、 アルフレート・ポルガーと共に、反ナチ知識人の団体、現存するオーストリア連盟の創設に関わった。オーストリア帝国という他民族国家の崩壊を経て、民族主義の台頭とナチスの脅威の増大に、絶望感を深めたロートは、次第に飲酒癖を深め、衰弱していった。またこの頃、フランツ・ヨーゼフ一世統治下のオーストリア・ハンガーリー、 帝国こそが理想の祖国であったと確信するようになる。1938年にはドイツによるオーストリア併合への反対のためにウィーンへ行き、最後の皇太子であったオットー・フォン・ハプスブルクの下で帝国復活を図るなどしたが、なすすべなくパリに戻った。アンシュルスの後、彼はヒトラー政権が倒れた後にハプスブルク王朝を再建しようとする。 オーストリア通信を定期観光し始めた。しかし、ロートは意識がなくなるほど深酒をするようになった。友人たちは、夫を対抗ならば、ロートを救えるかもしれないと対抗に進言し、当時パリに住んでいた対抗は、ロートの居所を訪問した。夫を対抗訪問を気をつけの姿勢で迎えたロートに対し、対抗は禁止するよう忠告し、ロートもまた会えぬような声で、 おっしゃる通りにします。陛下と答えたという。放浪と酒を愛したロートは、死の直前、自伝的な聖なる酔っ払いの伝説を執筆した。マルヤ・サイイチは、この小説について、段取りの付け方、流れるような筋の展開は誠に、見事と評し、作柄といい、完成度といい、現代の古典とも称すべき名作と激称している。ヨーゼフ・ロートは、 1939年、滞在していたホテルのカフェで倒れ、ツバイク夫人らの働きによりモンパルナスの給品病院に入院した。その後、専門状態となり、肺炎も併発し、5月27日、44歳で没死した。ロートがアルコール中毒で死ぬ3日前、ステファンツバイクは、素晴らしい本を書くことと自分を守るためにできる限り、狩猟を減らすことが、 私たちとあなた自身のための唯一の義務だと手紙に記している。入院、葬儀、墓地の費用も友人たちの行為で賄われ、パリの南ティエ郊外のティエ墓地に葬られた。葬儀はカトリックの同志によったがユダヤ教にも配慮したものであった。ツバイクはロンドンでのロート追悼の席で、ロートは看板なる自殺を選んだのだと語った。ロートの妻フリーデリケは、 翌1940年、ナチスによる遺伝病防止法が適用され、リンツ郊外の精神病院で T4 作戦により殺害された。第二次世界大戦の終結後に、ロートの存在について少しずつ語られるようになり、1956年に初めての先週が刊行される。また、クモの巣は長いこと忘れられていたが、 戦後になってアムステルダムの亡命出版社の書庫で新聞切り抜きが発見され、1967年に初めてドイツで交換された。ロート・クモノスはジャンポール・サルトル一指導者の少年時代やロベール・メルル氏は我が職業に先立つナチス指導者の形成をテーマにした小説であるが、しかしこの作品はナチス勃興前夜実生活の日付と ほぼ重なり合う歴史の現場で書かれたものである。ヨーゼフロートについては、研究者による資料の収集も進められ、1974年にアメリカの D ・ブロンセン、ヨーゼフロート一つの電気が刊行され、経歴や作家像が知られるようになった。生誕100年の1994年からは、ヨーロッパ各地で展示やシンポジウムが開催された。日本では1930年の存命中に、 小松太郎が脱走者、フランツハテしなき闘争を翻訳している。ヨーゼフロート作品集、全3巻が東方出版社より、ヨーゼフロート小説集、全5巻が鳥影者より刊行されている。ステファンツバイクは、ロートの中に、カラマーゾフ的なロシア的人間、優雅なオーストリア的人間、古くからの知恵を秘めたユダヤ的人間がいると評している。 日本における作品集他に呼ぶある平凡な男のロマン、偽りの奮闘、大戦にや物語、蜘蛛の巣などが映画化されている。生誕100年の1994年にラデツキー更新曲がオーストリアテレビのドラマとして放送された。ありがとうございます。